予想やマスター直前解説今週はオークスですよろしくお願いしますじゃあまず告知いきましょうかはい、はい、告知になります大阪セミナーのお知らせです、はい、5月22日日曜日オークスの日にですね大阪震災橋で出張セミナーを開催するんですね、はい はい今週はオークスの週ということで本日の21時から先着順でお申し込みを開始します,あそうです、ね、だから有料間しか参加できないんですけど、はい、まあ今ね、ねちょっと本当予想が好調なのでほとんど枠がないんですが、うんえー、今週、申し込みいただいた方も参加できるので、はい、参加したい方はぜひ、まああね、大阪に乗り込むのでぜひ、はいえー、飲み会まで楽しみにしていただければなと思います、はい。概要欄に貼ってあります募集ページからお申し込みください、はいはい、ということで週相場見ていきたいと思います。はい オークスですね、はい、えと一応ですね18頭で今年のね、えーうん、まあ雄馬も牝、えー、馬もですね両方とも混戦で、えー、クラシックかなり、えー、難しいレースなんですが、えー、人気が割うでね馬券的には面白い一戦になるのかなと思っております、はい、一応ね桜花賞で外枠から強い競馬をしたサークル・オブ・ライフが一番人気になりそうですが、うんはい、それ以外もね結構魅力的な馬も多いので、えー、波乱の可能性もあるのかなというふうに思っておりますははいいいいそれでは過去の参考レース見ていきたいと思います。 まずは阪神ジュベナイルフィリーズです一、はいえー、つ目が阪神ジュメナイルフィリーズですね、はい、まあこのメンバーからまずですね勝ったサークルオブライフが出走してきまして、はい、サークルオブライフはですね、えー、中段の外目を追走して、えー、差し切るといった競馬でした2着、はいまあ、にね2分の1馬審査をつけているように、うん、強い競馬だったかなと思いますでまあもうちょっと見るとね23番手、はい、まあ先行したね「ラブリー・ユア・アイズ」であったり「うん、ウォーター・ナビレラ」たりが、えー、残っているようにどちらかというと前言った が若干有利な中この中段よりやや後方から外面を回って差し切っているといった内容は非常に非常に強い内容だったのかなと思いますで、あとですねこのレースのメンバーで言うと4着の、えー、ナミュールがですね、はい、この時スタートで大出遅れをしてしまって、うん、まあ出遅れたこともあって、えー、クリスチャンデムールジョッキーが内側に、えー あの位置を取って直線も内かから追いい込んだんだですが届かずの4着とうこれはですね、えっと、阪神の馬場状態がちょっと内側が荒れていたことと、うん、あのスタートの大出遅れを考えると、まあ着差もね、えー、2分の1馬身、2分の1馬身首差だったことを考えると、レース内容としては一番強かったのかなという感じがしています。なので、えー、この阪神ジュベナイルフィリーズ組って、まあこのレース内容だけを見ると、サークル・オブ・ライフとナミウル、この2頭が上位で、ちょっと人の下は差があるといった評価。

チューリップ組ですね、えー、こ,の日もですこの日はです、ね、逆にインコースがかなり極端に有利な日でして、はい、内を通った馬が上位を独占するといった内容でした。うん、で実はこのナミウールは、えー、こういうの馬込のインコースにいるようですがだん,だん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 ちょっと外目に出して馬込の中から追走して実は直線もですね前が壁になって、はいえー、外に立て直すにかなり時間がかかっての勝利だったことを考えると百差、はい、の一番新半以上に強い内容だったのかなと思います。で2着にこのの時全くに人気のないピンハイが入っ ピンハイは1枠1番、まあ、この時キャリアは一戦だったんですが、うん、1>, 1枠1番で内を最内をロスなく追走したことで展開に恵まれての2着と。でこの問題はですね3着のサークル・オブ・ライフでして。はい 好意の因で流れに乗って実はこの一番絶好意を走って3着っていうのはこの時はちょっとかなりだらしない内容だったのかなって感じがしますただねあの阪神ジュベナイルフィリーズも強いですしこの後の桜花賞も実は一番強い内容で構想していることを考えると、はい、まだこの時はやっぱり仕上がり途上だったこととか、まあ、あの本番が先だよねっていうところを考えると、はい、まあこれはちょっとあの度外視可能なのかなと思いますなので、まあ、このレースを見ると、ね、まず、えー、一つ言えるのはナミュールが力が抜けていたよねとであとピン にに関してはうちを作のない競馬に恵まれたよねっていうところとあとサークル・ブライフはちょっとこの時分かったけどそれ、まあ、この時はその,その前後の走りがいいのでこのレースはちょっと度外視可能かなというふうに思っておりますあとね下でねウォーターナビレラあたりがいるんですが、はい、この時はね豊かジョッキーがちょっとで、ね、あんまりうまくならずに仕掛けが遅れての5着だったので、うん、もうちょっと上位との差を詰めてもおかしくないかなという感じではありましたただやはりナミウルトはちょっと力の差があるかなという感じがしますなので オー賞はナミュールが勝つ可能性がかなり高いかなといったような感じのレースでした。はい。はい、続きましてフラワーカップです。はい。フラワーカップですね。えー、このメンバーからはですねスタニングローズが出てくるというところですね。あと西のラブンクですね。はい、で一日着なんですがこの時もですねスローの前残りの競馬でえっ、ー、とにえっ、ー、と楽にこの4番の馬が逃げて2番手で西のラブインクがこれ時も人気なかったんですが流れに乗って、はい、インの3番手にスタニングローズがいるという流れです。なのでこの2頭ともですね前残りか。 かつ、えー、前残りのペースとインコースが有利な馬場に恵まれてのワンツーなので,で、まあ、もうちょっとスタニングローズが、えっと、その前は小渕師長を勝ってるんですがデイリー杯でスローの2番手追走で負けているように。うん でもうちょっと,言うとその前がコマンドラインっていうのが勝ったサウジアラビアレーシングカップというレースがありまして、はい、その時もスローペースであのだった上にかつサウジアラビアレーシングカップに関してはレースのレベルもかなり低かったので、うん、この後コマンドラインがね人気でずっと惨敗を繰り返しているようにやっぱりレースのレベルが低いレース次のレースはデイリーハに関してはスローの2番手 2>、はい、で、えー、恵まれながら負けている馬がこうやって好意の意味で勝ったようにまあ どちらも基本的には力が足らないので、フラワーカップ組に関しては高い評価は不要かなという評価でいいかなと思っております。うん、はい、続きまして忘れなが沙将です。はい、忘れなが沙将ですね。はい、で、これあの勝ったのがアートハウスでして、これ実はね川田ジョッキーが今回、はい、なんか選んだような形になって、意外と人気になるのかなって感じはするんですが、この日も実は大花賞と同じ日でインコースがかなり有利なバ場状態で、それは川田ジョッキー分かっているかのようにえ斜、うん、枠だったんですが、うまくうに潜り込んで直線もうから 抜けるといった競馬です 2>,、はい、で2着にね3馬審査をつけていて、うん、それもねほかが、えー、と有力馬が 1,600m の桜花賞組でかつこちらは 2,000m で楽勝してるというところで,、はい、でかつ川田ジョッキーが選んだよねっていうところで人気になるんでしょうが、うん、ちょっと。 と冷静に振り返ると、はい、かなりメンバーがあの低レベルだったことが一つ要因とあと、はい、うまく内側に潜らせたことを考えると、うん、個人的にはこの三馬審査はですねあんまり価値がないかなと思ってるのと、うん、じゃあアートハウスに関してもうちょっと振り返るとその前のエリカ賞で実はあの里根ヘリオスっていう馬が勝ったレースで確かにねボバ相手と見ればそうなんですがスローのね2番手追走でもう簡単に止まってしまってるんですね、うん、で考えるとやっぱり ちょっと人気ならばあの基本的には怪しんだ方がいいかなと思ってます。なので前回の強い勝ちっぷりは、はい、展開とメンバーに恵まれたよね。で実際2走前、えー、とスローで先行した割には弱かったよねってもうそう考えるとやっぱり能力的にはそんなに大したことないかなと思ってるので、はい、個人的にはもうよっぽどまあ2枠3番なので極端にインコースが有利な馬場状態以外の時にはアウトハウスに関しては人気ならば、まあ、むしろリスクとリターンが合わないので軽視した方がいいかなとは思っております。はい はい、続きまして桜花賞です。はい 大歌賞ですね。まあ、これ、あの、実はね、はい、さっきお話したように、あの、枠順発表する前はね、ナミウルかなと思っていたんですが、はいうん、もうかなりね、あのー、あの外枠が不利な馬場状態だった上に、はい、サークルオブライフとナミウルの2頭は 2>、うんえー、8枠に入ってしまって、波乱になったレースです。はい、で、えー、その競馬の中でまず、えー、勝ったスターズオンアースはですね、えっ、ー、と、中段の馬組の中にいて、川田虚樹がね、徐々に徐々にあんまりロスなく走らせるように、内面に持ち、はい、内目に持っていきながら、で、ただね、 直線でかなり前が狭くなって、うん、あくまで仕掛け来るまでちょっと時間がかかりながらも差し切ったので、はい、まあそう見るうと一つ目は川田ジョッキーがうまく、えー、できるだけロスなく乗ったよねっていうところにはあるんですがただあの前が詰まったところあとやっぱりそこを突き抜けてきたところを考えると、はい まああのコースロスのないところには恵まれたけど着差以上に強い内容だったかなとは思いますなので今回も、えー、高い評価を与えた方がいいかなと思います。で、はい、対して2着のウォーターナビレラはですね、まあ、この3着にナムラ・クレアが残ってるようにどちらかというと内が有利な馬場で前残りの展開をスローの2番手追走での粘り込みなので、はい、基本的には、えー、と着順ほど能力差はないですし実はスターズ・オン・アースとウォーターナビレラ離さなんですが、はい、能力的には。 もっと差があったかなという感じの内容でした、うん、なので通常であれば スターズ・オン・アースが今回ウォーター・ナビレラに負けることはないんですがただちょっと面白くて今回の場合はまた8枠今度逆に8枠18番にスターズ・オン・アースが入ったのに対してまあどう見てもダメそうだなと思っていたウォーター・ナビレラが1枠を引いたのでもしこれがインコースが有利な馬場状態になるようであるとこの1番が逃げるかもしかするとインの3番っていうの絶好意となるとインコースが有利な馬場かつスローで先行馬が残る展開になった時には完全に無視ができないんで実はまあ集中の あの週のこのね枠順発表前の予想ではウォーター・ナビはどう見てもダメだねって思っていたんですがまあこの枠順だったら初インコース有利という条件はつくんですがちょっと注意は必要かなと思ってます。あと4着のサークルオブライフは 不利な8枠で、えー、ここですね、後方から外、直線外から追い込んだの、唯一この馬だけなので、はい、そういう意味で言うと、レース内容的には、えー、このサークルオブライフが一番強い内容でした。はい、まあ、さっきお話したようにね、阪神ジュベナイルフィリーズもかなり強い内容だったので、阪神ジュベナイルフィリーズ、桜花賞、この2戦の内容を見ると、実は、まあ、あの、一番、 あの、強いのはサークルオブライフという見方ができます。はい、ただちょっとね、さっき話した、ちょっとチューリプショーだけ引っかかるんですが、はい、まあ、あの、目標がここだと見れば、うん、で、かつね、あの、サークルオブライフに関しては、やっぱり距離延長もそんなにマイナスに働かないですし、3枠6番という枠順もいいので、そういう意味でとね、一番人気になるのは当然かなと思います。はい、ただね、あの、着差がね、本当このレース、大箇所見てもらうとわかるんですが、1着から9着ぐらいまで0.2差。はい もうほとんど10着のラミュールまで0.3差なのでう、えー、そう見るとほとんど能力差がないという見方もできるので展開とか、えー、そういうものでちょっと着順が大きく変わってもおかしくないので、はいはい、ただまあ一応あのこのここにここ最近のレースを振り返ると。はい サーークルオブライフが一番レース内容ははいい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 よねっててのは間違いないとというふうに見ていいと思いますであと,、はい、えと実はその下に5着6着のピンハイとパーソナルハイはいるんですが、うんはい、この2頭はやっぱり内枠でロスのない競馬に恵まれての56着かなと思ってますで確かに実はこの2頭ともうちでちょっと詰まってるんですねピンハイに関してもパーソナルハイにしてもちょうど直線であの狭いとこに入ってしまってスムーズな競馬ができていないので実際じゃあもうちょっとスムーズに前が空いてれば際どっ ただそれよりもやっぱりこの日の馬場の場合はインコースが有利で外を回った馬が不利でそのやっぱり内ちで足を貯められたからその足を発揮できたと見る方が、はい、その前のレースまでを見ると妥当かなと思ってますが、まあ、パーソナル入る場合ね今回逃げるかもしれないので、はい、あの逃げる競馬をすればまた別なんですが基本的にはこの桜花賞の内容に関しては確かに前は詰まったけれども内有利の馬場に恵まれたよねって見方でいいと思います。であと、ね、下で当然注目しななけければいけないの はい、この時人気で負けたナミミールに関しては確かにサークルオブライフが8枠で4着に追い込んだので、はい、10着ってダメじゃんっていう見方もできるんですが、うん、ただこの、えー、ナミウールの場合はちょっともう競馬がもう完全にチグハグでスタートがちょっと出まき気味に出てで、はい、それもやっぱり人気だったこともあって、うん、じっくりとも構えてられずに外をずっと1周回って中途半端に動いてしまっての10着なので、うんはい、そういう意味で言うとこれはちょっと一番馬にとってかわいそうな競馬だったかなと思うとナミウールに関しては、うんえー 度外前磯は度外視可能で、えー、巻き返しはあってもおかしくないかなと思いますであとねもう一頭ね、はい、この時そこそこ人気になったプレサージュリフト、はい、これの見方もちょっと難しくてプレサージュリフトもスタートで出遅れてあのほぼ最高峰だったんですが、はい、まあこの動かない位置であのあのどちらかとこういう。 競馬の馬って波打るみたいに途中から動いていった馬の方があの、はい、やっぱり能力出しづらいんですが、うん、出遅れた時に最高峰ポツンと一頭でいて直線外出すと意外と伸びるんですが、うん、それでもちょっとこのぐらいしか走れなかったのはちょっと大歌賞の内容としてはどうかなという感じはしていますただ一方でこの、はい、えとプレサージュリフトに関してはあのその前クイーンカップで スターズオンアースを楽に外から差し切っているんですね。なのでそれを考えると東京コースで外の、えー、差しが届く瞬発力勝負の流れになれば、実はこのプレサージュリフトに関してはちょっと前回だけは度外視可能で巻き返す可能性はあるかなとも思ってます。ただ、はい、まあ今お話したように大箇賞の内容自体はちょっとイマイチかなとは思ってます。なので、まあ整理すると、はい、えっとこの大箇賞のレースに関してはやっぱり一番強かったのはサークルオブライフ。はい、あと、えっ、ー、と。 スターズ・オン・アースなんかも、まあ、あのうまくロス,ロスなく乗ったってみた味2番手の評価でいいんですが、うんはい、ただあの今お話したようにスターズ・オン・アースまた今,今回8枠18番を引いてしまったのでそこがどう出るかあと個人的には全くだめと思っていたウォーター・ナビレラが、はいまあ、レース内容しちゃだめなんですが、うん、1>, 1枠1番を引いたので展開次第ではというとこですねであとはえナミュールとプレザージリフトの巻き返しがどこまであるかそこのあた、えー、りを今の解説で分かっていただければいいのかなと思っております。 これあの実は当たったレースなんですが、はい、あのもうね極端にこの日は東京の開幕中でインコースが有利な馬場状態で,、はい、であのだから実はねこれプレサー、えー、とパーソナルハイが短期逃げだと思ってこの馬から予想したんですが、まあ、このレースワンツースリー見ていただくと分かるんですが、はい、えと勝ったエリカ・ビータが34番手のインコースで足を食めている馬が、はい 1>, えー、1着と。で実はパーソナルハイが大逃げになったんですがこれは実は最初にスタート後新車シシウィッシュ2番手の馬が 競りかけて,いって先頭をうかがう勢いだったんですが、はい、パーソナルハイの吉田ジョッキーが引かないなと見て、えー、ミルコ・デムールジョッキーが引かれたんですねそういうこともあって離れた2番手でスーっと控えたというのが正しい感じなので<ー>まあそういう意味で言うとこのパーソナルハイシンシア・ウィッシュが残るスローな流れをその直後の一番楽なインコースに対エリカ・ビーターが勝っただけと見ると、はい、実はこのねワンツースリーは実はあんまり強くないです。<ー>なので 1, 2, 着ので着エリカビータータパソナルシシシンシアウィッシュに と思ってます。で一方で。 この3頭を買うならこの路線では実はこの5着のルージュエヴァイユだと思いますでルージュエヴァイユに関してはこうやって並びだけ見ると中段のインコースで足を溜めていて、はい、1>, い1枠だったんだからさっきインコース有利って言ったんだからそんなに強くないよねって見方もできるんですがただ冷静イレースを見るとずーっと前が壁になっていて、えー、っとほとんど競馬をしていませんかつ、えー、っと最後の残りの足を見るとちょっと素質高そうだなという感じもあるしもうちょっと というと2走前のレースなんかも、はい、あのかなり前残りの中そあの唯一追い込んでいたので、まあ、差しが届く展開になればこのルージュエヴァイユが桜花賞とは別路線組で最有力というふうに私は思ってますなのであのフローラステックス組ではもう上位3とは買わないって決めて、はい、ルージュエヴァイユだけを買うっていうのがう、えー、一番正しい戦略かなと思っております。 これあのね、えー、と一応前回注文をつけて逃げたパーソナルハイをえ逃がしてるんですが桜花、はい、賞のラップを見ると実は1番1枠を引いたウォーターナビレラがえー必然的に馬,馬のスピードでは先頭に立ってそこをパーソナルハイと,えと西野ラブウィング辺りが、はい えと強引ににかかわしに行くかどうかだと思いますでいずれにせよ、はい 1>, えー、1番のウォーターナビレラが逃げるにしても13番のパーソナルハイが逃げるにしても、えー、どっちが逃げたとしてもせることはないのでかなりスローな流れになるかなと思ってます<は>なので、えー、とスローでどちらかというと波乱になるとすると前残りの競馬での波乱だと思うのでそこは頭に入れておいて予想してほしいなといううに思っております。 はいそれでは一ずつ見ていいいきたいと思います、はい、1> 1番ウォータータナビレラそうですね先ほどもお話したようにあの事前のねあの分析では、まあ、ちょっと通用しないよねという見方だったんですが、はい、ただ今お話したように展開面とあとはあのー、ババがねちょっとまだ今週わからないんですが、うん、インコースが有利になるようであれば逃げるかインの3番手の絶好意に入るのは間違いなくこの1番のウォーターナビレラなので、はい、えと内,内枠有利とか内側有利なババの時にはちょっと、えー、注意が必要 かなという風に思っております。はい 2> 2番スタンニングローズまあこれもね実はまああの内側に入るのこのままなので、うん、ちょっと能力足んないなとは思ってるんですがさっきお話ししたように、ね、フラワーカップも西のラブウィングが2番手から残る流れのインの3番手でその前の小渕師匠もちょっとメンバー弱いよねとでデイリー杯2歳ステークスはスローの2番手で簡単にかわされてるよねって感じがするんででももうちょっと言うとねさっき言ったサウジアラビアレーシングカップはあのコマンドラインのメンバーはほとんどそ馬券ならない よねって考えるとちょっと通用しないかなと思ってるんですが、はい、ただ展開面ではねあの1枠2番で先行力もあるので好意にインに入りそうなんでまあ展開面でちょっと注意が必要かな印、まあ、が有利なバ場の時だけですね、はい、かなっていうぐらいでいいかなと思います。はい 3番アートハウスこれもねあの2番と同じで実はさっきお話したように「忘れな草ショも、うんえー、川田ジョッキーがうちに潜り込ませてロスのない競馬をしたので、はい、そういうと展開に恵まれたよねって見方ができるし、うん、その前のエリカ賞もスローの2番手追走ながらもちょっとねあの6着はやっぱりかなり弱いと思うので、はい、基本的にはこのまま能力が足んないのでうーん個人的にはこの2番と3番はもうよ よっぽど馬場が、まあ、1番も含めですねよっぽど馬場がインコースようになった時だけちょっと注意しようねっていうところだと思います、はい、4番ルージュエバァーユー あのフローラステークスの内容を見るとまあ、先ほどからお話したように、はい、大花賞とは別路線組では一番は間違いなくこれだと思うんですが、はい、ただまあこの馬の場合はやはり後方から行くタイプなので、うん、この先行馬がいない、うんえー、メンバーだとスローで流れた時にどこまで追い込めるかなというところだと思います。はい、ただ、あのー、ね。雨とか降って思ったよりも、あのー、まあ、別にスロー。でも実は差しが届く、競馬の時もあるので、はいえー、そういう競馬になった時にはえー。 もう本当別大花賞とは別路線組で唯一買いたいなっていうのはこの馬ぐらいかなという感じがしています、はい、5番サウンドビバーチェそうですねまあ一応、えー、とチューリップ賞でスローの2番手追走で、はい、えっと,、えー、と止まっていることを考えるとちょっと今回のメンバーでは厳しいかなと思います、はい、6番サークルオブライフなんかね一見 当てに行くと、はい、まあこの馬で買えば当たたるかななっっていったレースなんですも、ねうんはい、さっきお話したように阪神、えー、ジュベナイルフィリーズも外から楽に差し切っていると。はい、で桜花賞も8枠を引きながら、うん、えと内を通った馬が上位を独占する中大、うん、外から唯一追い込んでると、はいうん、見るともうねなんかなんとなくあのほとんどの、まあ、ちゃんとした調べた方はサークル・オブ・ライフに行き着くんでしょうけど、はい、ちょっと分かりやすすぎるんで、うん、なんか。 うんこれじゃないような気もするなって感じもします。ただ、はい、今お話し,したようにあのー、能力的には間違いなく調べていくと、はい、サークルオブライフが有力なら間違いないのでえー、っとなんかあのー、守りに入って競争するとこれかなって感じがしてます。はい、はい、7番ホ方法バニラ。そうですね前回負けすぎですしまああのー、元々ね2層枚先行してるんでこのまま先行する可能性はあるんですが、はい、ただまあメンバー強くなってるのでまあこれ来るならルージュエバイオ買った方がいいかなと思うんでやめましょう。うはい。 8番、ナミュール。まあ、これ、主者難しいですね。個人的には、はい、あの、まあ、距離を別としてね、2400メートルの距離を別として、うん、チューリップ賞の勝ちっぷりもそうですし、阪神ジュベナルフィリーズの4着の負けた内容も含め、えっ、ー、と、まあ、前回のお菓賞は外で動いて、度外視可能だよねってみれば、 今年の3歳品馬で一番強いのは僕ナミュールだと思ってるんですね。はい、なので、はい、ナミュールの巻き返しは、えーあの、可能性があるかなと思うんですが、ただね、ちょっとやっぱりスタートがあんま良くないのと、まあ、そのスローで流れそうなので、そこら辺をどう見るかだと思います。ただ、能力的には、アクロブライフかナミュール、はい、この2頭が、あの、間違いなくこの世代ではトップクラスの能力というふうに思っていいのかなと思います。はい 9番エリカビータそうですね先ほどお話したように、あのー、フローラス X 組はあのー、もう開幕週の前が残る馬場で好位のンで足をためたエリカビータを買うんであればまあルージュ AY をちょっと買った方がいいかなと思いますので個人的にはあまり買わなくていいかなと思います。はい 10番ラブパイローそうですね前回スローでミモザショーを逃げ切っただけなので、はい、まあこれねあのそんなに天のラップも速くないんで今回はあの強引にジョッキーがどうしてものしつけていく以外は逃げられないし、うん、逃げたとしても厳しいというふうに思っております。はい、11番ベルクレスタ そうですね、まあ桜あ花賞でやっぱりちょっと上位とは、まあ、そんなに差があるわけではないんですが、まあ、あの外からねやっぱりあのーサークル・オブ・ライフが来てるように、はい、まあ基本的にはあのそんなに差はない競馬はしてるけどもやっぱりまあもうちょっとね、あのー、この馬に関してはえっとサークル・オブ・ライフと えとアルテミス・ステイクスで僅差の競馬をしてるんですが、はいまあ、アルテミス・ステイクスなんかもやっぱりあの楽に先行する展開に恵まれてて、えー、とそれも馬群から離れて一番好意のいいっていう競馬に恵まれての、えー、それでやっぱりサークル・オブ・ライブに刺されてるんでよほど展開に助けがないと厳しいかなというふうに思っております。はい、12番ラライラックまあこれもねちょっと負けすぎなんでね桜花賞で、まあ、基本的には厳しいでしょうまあ,あのどんじりからいくタイプなので、はい、あのよっぽどあの追い込み競馬にならなきゃ厳しいのとやっぱりちょっと力足んないと思います。 13番パーソナルハイそうですねあのこれねもともとあの逃げて、えー、とナミュールの2着とかがあるように先行した方がいいタイプなんですが、はい、いかんせんやっぱり前回はあの開幕週の馬場と前が止まらない展開の助けがあったので。はい 今回はやっぱり逃げても厳しいかなと思います。うん、でもうちょっとで1番号が早いので、はい、あの普通に出たらあのウォーターナビレラが先行しちゃうので、まあ強引に行ったとしてもまあ止まる可能性が高いかなと思っております。はい、14番シーグラス。そうですね。まあこれもね前回忘れなく差し所でね負けてるので今回は厳しいでしょう。はい、15番ピンハイ。 うん、これもねあの基本的には、まあ、前回前詰まったから悪くないじゃんって見方もできるんですが、はい、さっき話したようにやっぱりそういう感じの足を貯められて、うん、あの伸びてきたのはやっぱり内側でロスなく回ったっていう展開に助けがあったと思うので,でかつチューリップ賞も1枠でうちを出しる足を貯める展開に恵まれたので、まあ、今回の枠順だとちょっと厳しいかなと思います。16番プレサージュリフト うん、これちょっとね取捨が難しくて先ほどお話したように桜花賞の内容では個人的にはあれもうちょっと走ってほしかったなって感じだったんですが、はい、ただね、まあ、クイーンカップでね桜花賞馬のスターズ・オン・アースを簡単に差し切ってることを考えると一概に前回の敗戦だけで、えー、っと弱いよねって見るのは危険なので外差しが届く馬場とか展開になるようであればそれなりに注意が必要かなと思います。 十七番西野ラブウィンク。そうですね。前回はスローで先行する展開に恵まれただけなので、はい、今回は買わなくていいかなと思います。十八番スターズオンアース。 まあね、あの、もともと、あの、重賞を貸し切れない競馬は繰り返していたんですが、フェアリーステークスクイーンカップと、まあ特にね、あの、フェアリーステークスなんかもフリーがあっての2着とか、はい、まあそれもね、うちでちょっと詰まっての2着だったり、はい、まああの、1000級とは差のない競馬をする能力を秘めてるのは間違いなかったんで、あの、悪くないとは思うんですが、ただまあ前回は、一つはやっぱりできるだけロスなく乗った川崎州の好奇行の助けもあったのと、はい、今回はね、まあルメルジョッキーなんでね、ジョ,あのジョッキーの腕が落ちるって話ではないんですが、はい ちょっとこの外枠すぎる枠順だと、うん。 よほどやっぱり外外があの有利とかじゃなくてもいいんですが外がまああの不利じゃないババにならない限りはこの惑星はかなり不利に出るのかなという,ふうに思っております。はい、以上18頭となります。それでは最後に見解を教えてください。あの基本的には今お話したように、はいえー、サークルオブライフナミュールの2頭が、えー、力はあるよねとで、はい、それにあの大花賞上位組という意味で、えー、スターゾーンアースあたりがやっぱりいいんですがまあそ、はい、のサークルオブライフナミュールの2頭がまず主役、うん 候補で,でまああとはあの展開で、えー、とウォーターナビレラだったりというあたりが前残りのクラスで、まあ、メンバーでは有利と逆にサシが届く展開になるようであればルージュエ・バイユであるとかプレザージ・リフトあたりが、うん、えとその2頭の巻き返しが馬券的には面白いかなと思ってます。なのでちょっとね馬場と展開で、まあ、どっちにしろ多分スローで流れるのは間違いないので、はい、それでインコースが有利な馬場だったらば、えー、前残りのウォーターナビレラ。が届くんだ まあスタードゾーンアースも八枠でいいんですが、はい、スタードゾンアースだったり、あとはえっ、ー、とプレーサージュリフトだったり、うん、ルージュエバユーあたりで、そ,<う>それそれにあとは大花賞のそこそこ走った組をどうくっつけるかというところで予想を組み立てていただくのがいいのかなというふうに思っております。はい、います最後手塚さん、私はもう前残りのウォーターナビレラでウォーターナビレ行、はい、きたいと思います個人的には強くないと思うんだけどね。はい、ただまあねこの枠順と展開を考えるとね、まああのだから、はい。 前の氷の馬場になった時には入れなきゃいけないなっていう感じですね。なので、はい、あのその最後はね。馬場を見ながら是非馬券を買っていただければなという風に思っております。はい。以上、今週はオークスの直前解説をお送りしました。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次週お会いしましょう。